まあ、これから卒業するじゃないですか。で、ちょっと卒業後の話って全然まあ、まあ別にね、してもしょうがないというか、全然してなかった。ただやっぱり、ちょっとだけで詳しく言うとね、大きく社会に羽ばたいてみようと思うんだよね。で、その時に、ちゃんとした格好できるように、ちょっと服とか、そういったね、ペンとか、頑張るよみんな。すごくね、頑張るから。急ここは、みんなの見えない世界に行ってしまうけれど、でも、風の噂でね、どうやら、キルココは、やっぱ、ホロライブ卒業してから大成功してるらしいでって、やっぱ言われたらね、やっぱ、野望も嬉しいと思うんだよね。自分が育てた子がさ、頑張って、別の世界にね、羽ばたいて、その世界をね、蹂躙してたら、やっぱ、せめてもの礼儀だよね。お世話してくれて、私を受け入れてくれたホロライブに対して、ね、私がここで落ちぶれたらさ、なんかホロライブ卒業したやつって、みたいになるじゃない。まあ、私がほら、一人目だからさ、良くも悪くも、やっぱちゃんと、ホロライブの卒業生っていうのがちゃんとね、ね、ね、そうだよね、みんな。ふっふっふっ。ダメダメ、ダメよ、ダメなのよ。あんたが、好きで、好きすぎて、どれだけ強いお酒でも歪まない思い出が。